アッシュは、チェコ西タンカルロビバリ州、ヘプ郡にある、ドイツ国境の町である。11世紀頃のアッシュは、レギオスラバラムと呼ばれる地方に属した。アッシュができたのは11世紀から12世紀である。1270年、アッシュに、ドイツ騎士団の教会ができた。これが、アッシュについての最古の記録である。1400年代、ゼトウイツベケが、アッシュの土地を購入し領主となった。 ゼトーイツオベケによるアシュ支配は500年以上続くことになった。16世紀にゼトーイツオベケがアシュで宗教改革に着手し、ルター派が町で優勢となった。1629年には新生ローマ帝国軍がアシュへ侵攻し、ルター派聖職者たちが追放された。しかし、ベストファーレン条約によりアシュの特権が認められ、新教の土地として残り、 新教の信仰が認められなくなった、チェコの中において、例外的に、再改修が強いられなかった。ドイツ人は、第二次世界大戦後に追放された。A.B. アルバートは、マリエ、Z、ディジェン・アスコーフ・オークレスー、SL、オークレスニー・ベラスティー・バドニーム・ムルゼイム・ V.R.C.1959、V.T. ヤロスラフ・アスコ・ドーマジアリジー、 ニコーラデテルストビセスクホレッサ2000ありがとうございます。